ホルスタさん、もしかしてこれから訓練か？ああ、そのつもりだが。ちょうどよかった。俺も一緒にやらせてくれよ。それはもちろん構わないが、ごく普通の基礎訓練をするだけだぞ。せっかくの機会だし、少しだけでも俺と手合わせしてくれると嬉しいんだが。あんたの噂は昔から耳にしてたんだよな。レスター随一の武勇の持ち主って。だから、あんたの強さの一端でも学び取らせてくれないか。手合わせか。それが君にとって学びになるかどうか、いささか疑問だな。え、なんでだ？味方同士の手合わせで本気は出せない。相手を殺すわけにはいかないからな。まだ死にたくはないが、大怪我くらいは覚悟の上だ。あんたの本気、見せてくれ。本気を出せば大怪我では済まないから言っている。君の実力は承知しているよ。手加減などすれば私の方が危うい。どうしても、ホルストさんの本気は見せてもらえないってことか。そうだな。どうしても私の本気を見たいなら、手段は一つだけだ。ヒルダに手を出す、とか？そんなことで本気で殺すはずがないだろう。そんなことでな。私が言っているのはそういうことではない。敵として戦場で対峙する。君に本気を出すとすればそれのみだ。そもそも実戦以上に学べる場所などありはしない。私自身、座学や訓練で身につけてきたものより、実戦を重ね、何度も死地をくぐり抜けて得得したものの方が多いのは間違いない。さあ、君はどうする？敵勢力に寝返り、私を相手に死闘を繰り広げてみるか？そうだな。考えておこう。ほう。保留するか。それもまたよし。可能性を自ら閉ざすことはないからな。とりあえず今日のところは味方としての訓練で満足しとくさ。いいだろう。共にいい汗を流すとしよう。いや、今日はこれから何か予定はあるか？いや、別に。珍しく時間が空いたから訓練でもしようと思ってたが。それは好都合だ。訓練よりよほど役に立つ要件がある。付き合ってくれるだろうな。あんたがそう言うなら付き合うぞ。そう言うと思ったよ。さあ、出かけよう。ホルスタさん、ここって？し、声が大きい。どこに見張りの兵が潜んでいるかわからないぞ。ってことは、やっぱり敵地か。あそこに敵の陣地があるのが見えるか。数日前まではなかったものだ。ここからだとまだよく見えないが、そこまで大規模ではないようだな。これって、要は偵察任務だな。なんでまたホルストさん自ら？敵がどこまで進出しているのか確かめておきたかったのだ。しかし近頃は敵の警戒が厳しくなってな。石膏を放っても戻らないことが多い。となれば、私が自分で見に来た方が手っ取り早いだろう。だからって、侯爵家の嫡子が偵察任務に出るなんて聞いたことか。手っ取り早い上に大切な部下を失う危険も回避でき、さらには私自身、実地での経験を積むことができる。まさに一石三鳥。訓練よりもよほどいい。
心の準備もなく連れてこられた俺の危険は回避されてない気が。君の実力は知っている。簡単には死ぬまい。それよりもこの経験を大事にすることだ。たかが偵察任務と侮るなかれ、訓練よりも得るものは多いはずだぞ。それでこの後はもっと敵陣に近づくんだよな。ああ、なんなら私たちで軽く一戦交えて敵の戦力を測ってみるのも悪くない。それならホルストさんの戦いを間近で見る好機ってことか。わかった、付き合おう。よろしい、いざ進まん。おい、怪しい奴がいるぞ。見つかったならば仕方あるまい。我が名はホルスト・ジギスバルト・ゴネリル。腕に覚えのある者はかかってこい。わざわざ敵に名乗るか。偵察任務に向いてないんじゃ。さすがに部が悪いな。ここは出直した方がよかろう。ホルストさんが欲を出して敵兵に話しかけたりするから。味方のふりをして気さくに話しかければ気づくまいと思ったのだがな。だから止めたのに。あんたはどう見たって一兵卒に見えないだろうよ。しかしこれも一つの経験だ。得るものはあったし、引き上げるとしよう。おそらく敵軍の捜索部隊が複数出てる。二人で行動するのは目立ちすぎるな。ここで解散するか。ホルストさんなら一人でもたやすく逃げられるだろう。異論はない。君とて一人の方が動きやすいだろうからな。それではここから一番近い味方陣地の前で落ち合おう。夜明け前には着くはずだ。了解、ブーンを祈ってるぞ。ああ、互いにな。やれやれ、どうにか敵に見つからず味方陣地まで戻ってこられたか。思ったよりも時間がかかったな。ホルストさんは先についてないのか。この土地に疎い俺よりも遅いなんて。まさか敵に見つかって。あれ、この音はホルストさん。おお、戻ってきたか。すまない、疲れて寝てしまっていた。夜通し戦っていたものだから。戦っていた？敵に見つかったのか。いや、途中で敵の見張り小屋を見つけてな。せっかくだから潰しておくかと。壊しにかかったところ、思いのほか中に多くの敵兵がいたのだ。よく確かめもせずに大胆だな。で、そいつらと戦っているうちに増援まで駆けつけてきたものだから。ははは、それでよく無事だったな。無事だが、さすがに疲れたよ。欲を出すものではないな、本当に。そういうことだ。また一つ学べたな、ホルストさん。ああ、やはり実戦で学ぶことは尽きないな。これだからやめられんのだ。君もまた付き合ってくれるか？それとももう呆れられたかな？いや、喜んで付き合うさ。俺としても学ぶことが多いし、何よりあんたといると全く退屈しない。ははは、光栄だ。君とはこれからもいい付き合いができそうだな。ホルストさん、もしかしてこれから訓練？
ああ、そのつもりだが。ちょうどよかったわ。私も一緒にやらせてくれない？それはもちろん構わないが、ごく普通の基礎訓練をするだけだぞ。せっかくの機会だし、少しだけでも私と手合わせしてくれると嬉しいんだけど。あなたの噂は昔から耳にしてたのよね。レスター随一の武勇の持ち主って。だからあなたの強さの一端でも学び取らせてくれないかしら。手合わせか。それが君にとって学びになるかどうか、いささか疑問だな。え、どうして？味方同士の手合わせで本気は出せない。相手を殺すわけにはいかないからな。まだ死にたくはないけど、大怪我くらいは覚悟の上よ。あなたの本気見せてほしい。本気を出せば大怪我では済まないから言っている。君の実力は承知しているよ。手加減などすれば私の方が危うい。どうしてもホルストさんの本気は見せてもらえないってこと？そうだな。どうしても私の本気を見たいなら、手段は一つだけだ。ヒルダに手を出すとか。君がヒルダに？そんなことで本気で殺すはずがないだろう。そんなことでな。私が言っているのはそういうことではない。敵として戦場で対峙する。君に本気を出すとすればそれのみだ。そもそも実戦以上に学べる場所などありはしない。私自身、座学や訓練で身につけてきたものより、実戦を重ね何度も死地をくぐり抜けて得得したものの方が多いのは間違いない。さあ君はどうする？敵勢力に寝返り、私を相手に死闘を繰り広げてみるか？そうね、考えておくわ。ほう、保留するか。それもまたよし。可能性を自ら閉ざすことはないからな。とりあえず今日のところは味方としての訓練で満足しとくわよ。いいだろう。共にいい汗を流すとしよう。いや、今日はこれから何か予定はあるか？いえ、特には。珍しく時間が空いたから訓練でもしようと思ってたけど。それは好都合だ。訓練よりよほど役に立つ要件がある。付き合ってくれるだろうな？あなたがそう言うんなら付き合うわ。そう言うと思ったよ。さあ出かけよう。ホルストさん、ここって。し、声が大きい。どこに見張りの兵が潜んでいるかわからないぞ。ってことはやっぱり敵地よね。あそこに敵の陣地があるのが見えるか？数日前まではなかったものだ。ここからだとまだよく見えないが、そこまで大規模ではないようだな。これってつまり偵察任務よね。なんでまたホルストさん自ら？敵がどこまで進出しているのか確かめておきたかったのだ。しかし近頃は敵の警戒が厳しくなってな。石膏を放っても戻らないことが多い。となれば私が自分で見に来た方が手っ取り早いだろう。だからって公爵家の嫡子が偵察任務に出るなんて聞いたことが。手っ取り早い上に大切な部下を失う危険も回避でき、さらには私自身、実地での経験を積むことができる。まさに一石三鳥。訓練よりもよほどいい。
心の準備もなく連れてこられた私の危険は回避されてない気が。君の実力は知っている。簡単には死ぬまい。それよりもこの経験を大事にすることだ。たかが偵察任務と侮るなかれ、訓練よりも得るものは多いはずだぞ。それでこの後はもっと敵陣に近づくのよね。ああ、なんなら私たちで軽く一戦交えて敵の戦力を測ってみるのも悪くない。それならホルストさんの戦いを間近で見る好機ってことね。分かった、付き合うわ。よろしい、いざ進まん。おい、怪しい奴がいるぞ。見つかったならば仕方あるまい。我が名はホルスト・ジギスバルト・ゴネリル。腕に覚えのある者はかかってこい。わざわざ敵に名乗るの？偵察任務に向いてないんじゃ。さすがに分が悪いな。ここは出直した方がよかろう。ホルストさんが欲を出して敵兵に話しかけたりするから。味方のふりをして気さくに話しかければ気づくまいと思ったのだがな。だから止めたのに。あなたはどう見たって一兵卒に見えないわよ。しかしこれも一つの経験だ。得るものはあったし、引き上げるとしよう。おそらく敵軍の捜索部隊が複数出てる。二人で行動するのは目立ちすぎるわね。ここで解散する？ホルストさんなら一人でもたやすく逃げられるでしょ。色はない。君とて一人の方が動きやすいだろうからな。それではここから一番近い味方陣地の前で落ち合おう。夜明け前には着くはずだ。了解、ブーンを祈ってるわ。ああ、互いにな。やれやれ、どうにか敵に見つからず味方陣地まで戻ってこられたわね。思ったよりも時間がかかっちゃったわ。ホルストさんは先についてないの？この土地に疎い私よりも遅いなんて。まさか敵に見つかって。あれ、この音はホルストさん？おお、戻ってきたか。すまない、疲れて寝てしまっていた。夜通し戦っていたものだから。戦ってた？敵に見つかったの？いや、途中で敵の見張り小屋を見つけてな。せっかくだから潰しておくかと。壊しにかかったところ、思いのほか中に多くの敵兵がいたのだ。よく確かめもせずに。大胆ね。で、そいつらと戦っているうちに造園まで駆けつけてきたものだから。はあ、それでよく無事だったわね。無事だが、さすがに疲れたよ。欲を出すものではないな、本当に。そういうこと。また一つ学べたわね、ホルストさん。ああ、やはり実戦で学ぶことは尽きないな。これだからやめられんのだ。君もまた付き合ってくれるか？それとももう呆れられたかな？いいえ、喜んで付き合うわ。私としても学ぶことが多いし、何よりあなたといると全く退屈しないから。ハハハ、光栄だ。君とはこれからもいい付き合いができそうだな。